ャンドルアンダーウォーター東京ゲームショウの2019のデモバージョンだということです。10ステージかな。ムーブ、ウェーブ、ウェーブ、ウェーブ、これだ。波の高さを変えられる。で、あとジャンプ、リスタート、それだけ。主人公がこれはキャンドルなんだね。で、ライト・ザ・キャンドル、ここにあの黄色いのに明かりを灯せればゴールなのかな。ってことはこんな感じのグエこんな感じのグエ火消えちゃったもうちょっと近づけるべき。あ、ちょっとジャンプするときに上を押しちゃうんだよね。 OK、 一番下まで行ってこう来て、これでいいのかな。クリア。 OK、 2。あのお化けみたいなのなに当たってはいけない。なるほど、ゴールが右。この費用も絶やさず持ってかないといけないわけね。最初これで乗るじゃんね。あれ、押せない。押せた。こうなるじゃんね。ここは通れなくない？ここは通れないやね。あの2つは道にしておいて、あ、ちょっとこれあれだな、左を押した時になんか上を同時に押してしまうと機敏に反応してしまうんだよな。こういうことね。こうだ。で、こう、こうのこう、クリア。面白いね。次、あれ、これ録画されてる？されてると思う。次、ボタンかな。だね。なんだけどこれを押して先に進むことができない。あ、はいはいはい、わずかな、このぐらいだったら大丈夫。ほんならこれで行ってもらって押してという感じですよ。クリア。4。これも同じことよね。こうしてあげて押す準備ができていて、まずここまで来るでしょ。で、押すでしょ。これは、ああ、これは、ははは。このまま上行ったらダメなの。これ浮かばないんじゃないか。あ、浮かばないんだ、これ。じゃあ、これ交換だね。交換だね。あ、ん？これが押すじゃんね。そうなる。あ、消えちゃった。リスタート。押すでしょ。で、これが沈みっぱなしになるでしょ。代わりに、あの、白い方は浮くので、これは落として、これを、あ、これできた。こうでいいのかな。で、こう、こう、こう。大丈夫。OK。OK です。クリア。次の。上にボタンがある。で、さらにあの上に何かがある。ここは通れないんだよね。通れない。あ、そこにある、あれは何？これ。ファイヤー。なぜ？あ、一旦水に沈んでもいいってこと？これがここにあると。あの火でまた継ぎ足せばいいから。こう。ほうほうほう。ほうほうほう。ほうほうほう。面白いやんけ。
面白そんな感じですよ。一旦消してもいい。6何これ、消えた。当たってはいけないのですねこれ。え何今の。いい、どうやってこれを燃やすことができる。できない。あれ、火は復活した。火消えたよね。あれ、どういうこと、これ触れると復活すんの。どういうことだ。でも触れると復活するみたいですね、これ、このライトに。ほならよ、ここで下つ通るやんね。で火をつけて降りる。不思議なギミックですねこれ。本体が当たるとダメージになるんだけど、頭だけ当てると炎の点火ができる絶妙な。これ移動床じゃな、だね、そういうこと。はいはいはい。でやりたいことはあそこのボタンを押してあげたい。一旦水をここまでにして押すとそこで止まるのね。でも下げるとこれって押せる？押せる。うん、落ちちゃった。乗っちゃった。うん。この箱を左側に持ってったらもうアウトっぽいね。上のはなんだじゃあ。上のあれはなんだ。あれはあれか。そういうこと。そういうことか。こうしてきて、さらに上に押すと、こう動くのね。なんだそれ。しかしこれでいくってことはこのままこういくとボタンを押すことが可能になるよねと。ってことは火をつけて降りてボタンを押してゴールズラ。へえ、なんかいきなり移動床の普通のアクションゲームでは使わないような下で移動するみたいなのが出てきましたね。あれ何、氷。あ、氷はもうあれ滑り続けるな、これ。押せない。そしてここはもう一回でも主人公沈むともう再転化ができないのかな。なるほどね。これは、そこに、これを二つ、押しちゃった。これを二つ押すべきなのか。主人公が近くにいると溶けてしまっている。へえ。で失敗したら溶かせばやり直せるのか。消えちゃった。ほほーん。これをもうちょっと押してあげたいんだよな。やれ、でも水に沈まないとやれないね、これ。これが何かするわけでもない。二つ同時に押すことはできない。じゃあこうなっちゃダメなんだ。先に一つ持ってくの？沈んでしまうね。穴に入らなかった。ここ入らないんだ。してます。さてどうする。これはここのくぼみが嫌なのかな。そっ
そっか、一旦これをここにはめて、そうすればこれがこっちまで滑るよね。滑ったねと。そうするとこれ溶かしてよくて、こうなるので、先にこれを端まで、やべやべ、先にこれを端まで、違うのさ、これを先に端まで押したいの、押したいんだけど、ちょっと沈んじゃうんだよな。このタイミング、 この高さの方が押せないんだよね、僕。どうやるんでしょうね。左まで押すのは嘘？ああ、押さなくていいかもしれない。こうするでしょう。でこれをそこの、はい、どこにはまった、そこのくぼみまで押し込み、でこれをコマを押せばいいんだ。これでよかったね。これでよかったです。OK。クリア。NEXT。Q。再生成、再生成、再生成。氷。これは動かん。で、ここに滑り込ませれば、ゴールできる。3つのうちのどれか。これをやろうとすると難しいのかな。これを滑らすと、あれ押せない、あれなんで、いや、そうだよね、そうなるよね。一マスは落ちないというすごいことが起きているので、トマスは落ちないというすごいことが起きるので、この世界は。これってここに壁があったらそのままストンって落ちるのかな。それを2回やるのかな。それで落ちるのかどうかを確認してみたいぞ。となるとですよ、一番上のやつがこのまま左に押した時にあれが下に落ちてきてくれるかどうかをちょっと見てみたいね。これをこっちから押すと、ああ落ちる、なるほど、落ちるが、じゃあこれをこう押せて、押して、よいしょ、おい、なんかアクションのところで変な引っかかりが起きちゃうね、このゲーム。こうなるじゃんに、ほいだら何が起きとるんや。ほいだらですよ、一番上のやつを、こっちに押して、もう一回左に押すと下に落ちるかな？落ちると思う。で、落ちるじゃん。落ちれるじゃん、これ。でもいいのかな？落とせるじゃん。これ一番上にあったやつね。となると次にあれを下に落とすためのストッパーを一つここに置きたいのかな。この下に、ここだよね、ここになんか持ってきてあげたい。でもここで止めることってできないので、できないんだよね。ここで止めるっていうことはできないので、どうする？とりあえず滑らせてみよう。とそうなるじゃん。で、ってことは。もう一回押すとそこにはまるじゃん。となると次に押したらものが下に落ちるのね。これが一番下に落ちるんじゃない？こうなると、この一つを僕は押せればクリアなんじゃないか。これでいいんじゃない？
すごい、なんかやるごとにパズルの内容が変わってきましたね。そして、全てのギミックが一つになった世界。これが最終ステージかな。うん、やりたいのは右上に火を持っていくこと。うん。何をどうすればいいかな。何が必要？ベルトコンベア。ベルトコンベア。ベルトコンベアの使い道ってもうこれをこうしてあれがこっちに来ますぐらいだよね。あれがこっちに来ますよ。うん、それを、うん、嬉しいのかな、嬉しいかな、嬉しい、嬉しい。こうなって、そうなるの？そうなるの？なんだこれ。いらないな。ここに、ここにはいらないね。ほら。おー、忘れちゃった。ちょっと今パワーでやってますね、これ。パワーで何かやってますね。パワーでやってるゲームじゃないと思うんだけど。これでボタンが押せれば、進展があるんでしょう。そうなると。そうなると、そうなるってと、これがさ、もう一個、もう一個進めたいね。でもこれ進めらんないね。どこにあったっけ？一番上の氷がもう現時点で、一番上の氷がこのまま落ちてきて右に落ちてけばもうゴールいけるよね。ただ問題は一番上の氷どれだったっけ問題が起きてるんですけど、この2つは壊していいので、当たり。そしたらよいしょ、滑るんよ。ちょっとした衝撃で滑るのでね。右に押したいのこれを。オッケー。こうね、こうね。となるとこうなのよ。となるとこうなのよ。これがやりたかった。オッケー、クリア。合ってたのかな。とちょっと途中パワーでやっちゃったところがあったから。Thank you for playing ということで、デモ版全10ステージでした。よいしょ。キャンドルアンダーウォーター、水の中のキャンドル。面白いね。これが、製品版 Steam で売るときには50ステージぐらい増やす予定だということです。頑張ってる。ください。面白いね。あのなんかかくつくというか、そのなんだろうな、当たり判定とかなんか妙にくっつくところとか、押したのに押せてないとか、ちょっと微妙な、物理挙動があるところが
直していただけるとありがたいかな。そうするとすごい直感的なアクションパズルゲームとしていいものになると思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。